デビッド・ラザルスはアメリカ合衆国のビジネスと消費者問題のコラムニストで有力紙ロサンゼルスタイムズにて執筆している。ロサンゼルスタイムズ新聞社には2007年の8月に入社した。ニューヨーク州バッファロー市に生まれた。少年期はカリフォルニア州南部ベンチューラオを大灰町のハイ、バリー港とロサンゼルス郡サンタモニカ市のクロスローズ港に学び、 高校卒業後サンフランシスコ湾岸地区バークリー市のカリフォルニア大学バークレー校に進学歴史学専攻で学士を取得。卒業後は12年にわたりアテネ、バンコク、東京に滞在したデビッド・ラザルスの署名でにビジネストピックスや消費者問題を執筆。例えば YouTube、AT&T、BMW カスタマー、サービス問題などがある。 2007年に LA タイムズ社のスタッフとして入る。前はコラムニストとしてサンフランシスコクロニクル氏にて執筆。夜間ラジオ番組トークラジオのホストとしてサンフランシスコ地区のラジオ局コラジオに出演した。ビジネスリポーターとして2005年に全米優秀報道賞を受賞。2001年には北カリフォルニア専門分野ジャーナリスト協会によって 年間最優秀ジャーナリストに選出された。メディア監視サイトであるグレード・ザ・ニューズは彼を以下のように評価している。1999年にワイヤード・ニューズからクロニクルに登場するようになってデビッド・ラザルスは頻繁に記事を書き影響力のある新聞記者として最たる者の,の一人となった。彼を世に知らしめたのはテレマーケッターと戦うファイティング・テリー・マーカターズ。 などの消費者問題に誰も立ち上がれない時に容赦なく突っ込み一般の消費者を擁護する強い姿勢だった。ラザルスは日本に数年滞在する間に日本に関する本を2冊出版し多くの雑誌に寄稿している。彼はまたしばしばデータ漏えい問題やプライバシー問題でノーマンゴールドマンショーのようなラジオ番組に出演し専門家としてインタビューを受けている。また ロサンゼルスの有力テレビ局の経済コーナー、コンシューマー・コンフィデンシャルにレギュラー出演している。デビッド・ラザルスは、日系人の妻と息子と共に、南カリフォルニアに住んでいる。ありがとうございます。